ちゃっ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、今年あの途中から結構外国人助っ人選手を取ってる球団だったりとか多いと思いますし、はい、あとは育成から支配下になって上がってきてる選手たちもいると思うんですけれども、今日3名ぐらいちょっとピックアップしたいんですけれども、まずあの巨人モンテス選手、ここモンテス、はい、ここでもあの、ね、ちょっと豊さん触れましたけど、まあ、そうやな、はい、まあ、実際こう、うんうん、日本でのプレーをいろいろファームから、はい、DeNA 戦から、うん、まあ、ちょっと見たけどね、うん、いいね。お、いい、まあ、いいっていうのは、はい、まあ、バッティングね、まずはね、うんうん、ちょっと分野で分けるけども、はい、あのバッティングはやっぱヘルナンデスとよく似ていて、うん、力みがないということ、はい、それとやっぱインパクトゾーンが長いということ、うん、ただしやっぱちょっとインサイドに苦しむかなっていう感じがする、はい、だからその対応力をどのぐらい兼ね備えてるか、うん、まあ、それによるね、うん、で変な力みがないからボールをこう外のスライダーだとかよく外国人はフルフルって言われるけども、うん、はい、だからそこら辺はね力みがこうない分だけそんなに追っかけないと思う。追っかけても止まると思う、ーボールだと思って、はい、そのまま振っちゃうっていうことはない、うん、ただその求めてるのが長打を求めてるのかどうかっていうのがわからないけども、うん、まあ、外国人だから、まあ、ある程度は打ってくれるとは思うけども、うん、まあ、そんなにこうヘルナンデスとかいうよりもバカバカ打つかなっていうと、はい、そこまでではない、そこまでではない、ではない、うん、でも同じようなヘルナンデスと率は残せそうな、はい、まあ、そんな感じはするよね。あの7月の30日の日にちょっとヒットを入れたんですけれども、はい、その前までは前あの毎試合あの連続ヒットをしていまして、はい、まあ、現在打率が3割8分5厘なんですけれども、はい、どうでしょう今後というか、まあ、各球団初物なので、うん、まあ、手探りのところなのかなっていう、まあ、もちろんそうだよね、うん、だから弱点探しに今必死だと思うけども、うん、はい、基本的にはやっぱこうみんなが抱える外国人がやっぱりインサイド打ちだと思う、うんうん、やっぱそこら辺をどうさばいていくか、まあ、ヘルナンデスもインサイドが増えてきて、うん、ちょっと率を落とした時はあったけども、うん、でもたまにバーンと打つとさ、うん、インサイド そこばっかり攻められなくなるしね、はい、モンテスも同じようなタイプだと思うんだよね。おだからそこら辺もさばける球もあるだろうし、はい、でも何キロ以上だったらさばけないっていうこともあると思うんだよね、うん、だからまあそこら辺の見極めを各球団のピッチャーがどうしていくのか、うんうん、だから俺はそんなに大きな崩れることはないと思う。こっちに最初に来た先輩のヘルナンデスが際どい球を振らないで見極めてフォアボールとかもあるんですけど、このモンテス選手はそういった際どい球に対しての見極め方って、まあ、これはある程度日本の野球に慣れてきて余裕が出てくるとね、うん、はい、自分の気持ちの中に今はやっぱこうピッチャーと対峙して振ることを今考えてるけども、うん、はい、まだここではなんか次のバッターがどうのこうのだから少し臭いとこ来るかなとか、うん、まだ駆け引きまでは行ってない、うん、あもうとにかく来た球をこう打つということに終始してると、はい、うん、あと守備ですけど、うん、サードでこの前の試合では途中からショートになりましたけれども、はいはい、どうでしたか。ちょっと腰高だなっていうような感じがするんだよね、うん、うん、それとその動きという面に関して言えば、うん、そんなに俊敏ではないな、うん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 、それは日本人を基準にするとさ、はい、やっぱ俊敏な人多いよ日本人は、うん、だけどそのダイナミックに動くことはできるだろうし、はい、うん、ただ腰高な分だけ土のグラウンドでちょっと心配な部分はあるけどね。東京ドームだったらあれだけれども、まあ、東京ドームとか人工芝だとか、うん、横浜スタジアムでデビューしたけども、はい、ちょっと腰が高いなっていう印象はあるよね、うんうん、それとボールを取りに行くのはいいけど、はい、割って取りに行こうとはしないんだよあんまり、はい、簡単に言えば外野手がチャージするような形ゴロ、わかるでしょ、うん、分かります、イメージ的に、うん、なんかもう次の動作に入ってそうな、ね、そういうようなイメージで取るんだよ。あこれは全てではないと思うけども、うん、大半ちょっと前に出なきゃいけないっていうのがそういうチャージの仕方をするんだよね。ということは土のグラウンドでどうなのかなっていうのはちょっと心配。ああ、なるほど。上手い人ってこうパッと割れ割りができて取るから、うん、まあ言えば今宮みたいな、はい、パッと割って取って決めて投げるっていう、うん、そういうことよりもこうスローイングもこう取るステップを踏む投げるじゃなくて、うん、取ったらイメージ的にはランニングスローみたいな、うんうんうん、そういうのがちょっと増えるかなっていうふうには思ってる、ね、うん、まあ、そうなってくると、まあ、ミスの確率っていうのはちょっと高くなるっていうかさ、
だから慣れてきて割れるんだったらいいよ、はい、割れるんだったらすごくいいプレイヤーだなと思うけど、うん、まあ割るっていうことは状態も多少沈んでくるっていうことだから、うん、でも外野手みたいなチャージの仕方で全部ボールを取るようなさばくようなことになってくるんだったら、うん、ちょっとミスは増えるかも、うん、あとはやっぱりこう鳴らすという意味でもサードスタメンで当分はずっと行くっていうことになりそう。いやいや DeNA 戦ではショートでスタートしたし、だからまあどっちがいいのかなっていうような、うん、まあ、坂本の状態もあるだろうし、うん、大城を使いたい時はどうするのかとか、うん、まあ、いろんなパターンを考えてるね阿部監督はね、うん、だどれが一番チームとしてハマるんだろうか、モンテスっていうことよりもチームのことでどこにモンテスを入れるとハマっていくのか、うん、どこが一番適性があるのかとか、うん、今見極めてると思う。これやっぱ巨人にとっては取ってよかった外国人選手っていうことになりそうですか。まあ、この前あの5番をね、はい、あの岡本の次に打たしたけども、まあ、その時は1本打ったのかタイムリーをね。それより大城を1人かましてモンテスの方がいいの、うん、モンテスを後ろの方がいいのか、うん、これも今試してるよねいろいろ多分、うん、あのだからいい形で流れるような打順は何番だろうかとか、はい、まあ、そういうことは考えてると思う、うん、逆に打てればモンテスを2番にしてヘルナンデスを5番にするとか、6番にするとか、はい、勝負強いからね、はい、あのバッターはそしたら大城を何番にするとか、はい、5番にするのかとか、うん、まあ、そこら辺はチームがどう流れるかによって変わるよね。そうですね、うん、あとやっぱり危機管理という意味ではやっぱり取ってよかったんでしょうね。いやそれはいいよ、それは絶対いいよ、うん、月だってショートは左2枚しかいないしバッターとしたら、うんうん、そこで右で打てる、ね、ショートがいれば、うん、これはやっぱ心強い幅が広がるし、ね、はい、攻撃の、うん、だからいいと思うんですよ。そうですね、うん、さあ続いて DeNA のファーストを守るフォードです、はい、フォードは、初ヒットがホームランという形だったんですけれども、はいはい、7月30日現在は打率1割5分4厘ということで、うん、まあ、オースティンが今いないだけに、まあ、そうだね、頑張らないとな、うん、でも感心するのは、はい、やっぱ振っていけるよあのバッターは。だって何投げてるかが分かんないもんね。あ、そっか、まだそうですよね。挨拶も交わさないうちに打っちゃうみたいな感じだよ。うん、もうとにかく来たボールに対しては素直に打とうとする、うん、まあ、そのバッティングに対してあんまりこう神経質にならないというか、勝負っていうのは先に仕掛けなきゃいけないとか、うん、そういうことを持ってるんだろうね、精神的には、うん、だから非常に悪くはないと思う、うん、そうですね、かぶっている位置だったのがそのオースティンっていうだけあって、やっぱりどうしてもオースティン並みのなんか打ってよって思っちゃうファン、まあまあよくはあるよね、はい、まあ、ただね来たばっかりでそれは分かんないよまだ、うん、分かんないけど俺は振っていけるなってタイミングはちゃんとしっかり取れてんなっていうところに希望のものを感じるし、はい、あとはねちょっとタイミングの取り方ゆっくりこう開いててこう入れて打ちに行くんだよ、はい、このリズムって素晴らしいんだけど、ただ日本のピッチャーってこうやって構えながらプッと投げたりだとか、その時こうタイミングはどうするのかとか、はい、ちょっとそこら辺のその不安はね、タイミングはこう取り方は下手じゃない、ただしその変化に応用がどのぐらいついていくのかっていうのをしっかり見極めたいよ、ね、そうです、基本的にはやっぱパワーヒッターだし、はい、俺も打てると思う、おいいものはあるし、はい、打っていけるバッターだなっていうのは思うけど、うん、タイミングの部分だけだね心配は、うん、で守備もねファースト限定だっていうふうに言ってたけども、はい、ファーストの守備はそれは下手じゃない、うん、ただ動きということに関して言えばそれはね欲をかけばきりないけど、動きはね多少落ちるよ、うん、落ちるけどもただねハンドリング、はい、これはねうまい、おー、そうなんですね、うん、だからそんな心配することはないと、うん、これオースティン帰ってきた場合このフォード選手とどういうふうに、だからフォードを使いたいんであれば、うん、オースティンを外野に回すしかないよね、フォードが外野を守れるっていうふうには思えない、ファースト限定って言われてますもんね、まあ、そうそれだったらもうフォードを代打で置いとくか、うん、それともフォードを使いたいんだったらオースティンを外野手にするのか、はい、まあ、そこら辺だと思う、うん、そりゃ嫌だぞ、まあ、フォードが打ち出したらオースティン帰ってきて、そうですね、1番カジュアル、2番オースティン、うん、3番佐野、はい、牧、宮崎、フォードってつらいで、うん、筒香なんかいたら大変だぞ、まあ、確かに、でもそうなってくるとポジションがないポジションがなくなってきちゃいますもんね、ポジションがない確かに、そうなると嬉しいですけどね、カジュアル、オースティン、はい、
さの、うん、もう外野終わりだ、もう終わっちゃってうまくできてんの。そうなんですよね、うん、ただフォード選手今1割5分よりんですけれども、ここから打率は豊さん的にはもうちょっとは全然上がってくる。いや全然打てるバッターだよ、うん、でやっぱ振っていけるバッターだから、うん、それタイミングが合わなかったら振っていくバッターだって言っても振れないからね、うん、でもタイミングの取り方っていうのはそれだけうまいと思うんだよ、はい、ただそのゆったり大きく取るタイミングだからクイックで来られた時にどうなんだろうっていうのがね、はい、そういうのがこう使い分けられると、うん、まあ、西なんか前からね阪神の、はい、足を大きく上げてタイミング取らしておいて、うん、そのくせ足がなかなか降りていかないっていうような投げ方もするし、このまま構えてスッと投げる時もある、うん、だからそういう時にどう対応していくのか、はい、まあ、そこに神経質になるとさまた打てなくなるけども、そこをクリアしたらやっぱ打つと思うの、このバッターフォード選手は、うん、さあ最後西武のガルシア選手、はい、ガルシアデビューしたな。そうなんですよ、ようやくあの、ね、支配下になってこのチャンネルでも紹介したあのガルシア選手が7月30日のロッテ戦でデビューして、いきなり4打数2安打、はい、1打点、そして、打率5割ということで、そうだね、はい、DH でデビューしました。最初内安打なショートへ、うんうん、早いな足あ、いや、ね、あのでかい体で、うん、やっぱ早く動ける筋力がついてるという、はい、だから身体能力的には高いんだろうなって思いながら、うん、やっぱパンチ力はどうなんだろうと思ったら逆風の中な、はい、まあ、ライトのフェンスまで持ってったけども、うん、高く上がってね、高くなったら逆風になるんだあそこは。そっかそっか、戻されるんだけど戻されずに、うん、まあ、もうあれでも戻されたのかフェンス直撃みたいな、パワー持ってますね、うん、だから本当面白いと思うよ、うん、ようやくここに来て一軍でって、もうちょっと早く遅いよな見たかったなっていう、うん、まあ遅いけどまだまだ試合あるしね、はい、でまあ今シーズンっていうのはさどう頑張っても、うん、っていうね、うん、クエスチョンマークがつく中で、はい、やっぱ来季に向けてやっぱ体制も整えたいよね、うん、そういう意味ではそのガルシアなんかは来年の軸になるかも。そうですよ、なかなかここのところ西武でそう大きい一発を打てる外国人っていなかったんですよ、ね、まあ、いなかったっていうか連れてくるけど機能しないんで、みんなそうでしたね、誰が連れてきてるのかわからないけどさ、はい、他いい選手連れてくるじゃん、なんで西武っていうね ありましたよね。あと来ても中距離的なね、まあ、中距離でも打ってくれればいいけどさ中距離でも打たねえいましたね。いやもうそれじゃやっぱ困るんだよ、うんうん、ね、だから、まあ、ガルシアが、ね、うまく育って機能していけば、はい、うん、本当に軸になってくれる選手だし、若いだけあって、はい、やっぱ体も動くしね、うん、期待は大きいけどな。これデビューは7番 DH だったんですけれども、これってクリーンアップでも全然いいんですか、まあ、将来的にはな、うん、だから、まあ、あんまり最初から無理する必要はないけども、はい、でも、まあ、どうせあったらもうそこら辺で育てちゃった方がいいよな、様子見てる暇もないしね今そうですね、やることは多いので、もうね、セーブはがっかりするんだよ、まあ、試合見ていても見合いもうかわいそうになってくるっていうかさ、うん、エラーばっかりなんだよ、エラーするやつもかわいそうだけどさ、はい、されたピッチャーはもう涙もんだよね。そうですよね、またかって打ち取ってんのにエラーするっていうさ、はい、で最後もヒットにはなったけどセーフティーバント、はい、取ってファーストに一応投げといて内野安だったら仕方ないって、うん、バント弾いて、うん、投げれないんだもん。ちょっとこれじゃあさ、やっぱり野球っていやもう意表をつかれましたみたいなことになんか空気がなってるけど、いやいやそうじゃなくて、しっかりあのボールでも取って一塁に投げてアウトなのかセーフなのかっていう成立をさせて、セーフだったらうまいことやられたなでいいけど、でアウトだったらおよくね意表をつかれて慌てなかったなみたいな、取れないんじゃ話になる。そうですね、もうそうですね、元も子もないですよね。昨日の試合なんかさ、うん、まあ、特に、はい、まあ、ロッテ戦ね、はい、エラーに始まりエラーに終わったって俺の中では思ってるわけよ。もったいない、うん、それも同じ人間が、はい、エラーで始めて、あーそうか、いやだからそれじゃやっぱりね、まあ、いいもの持ってんだ、まあ、山村だけどね、はい、やったのは山村、本当にね、あのバッティングでは気迫を見せてくれたりだとか、うん、いいものあるんだけど、やっぱりレギュラーをしっかり、あ、ガルシアの話だったの。そうですね、西武の試合運びになっちゃいましたね。まあ、そうだね、うん、まあ、でも、まあ、ついでに言っとくけども、
もうバッティングは本当に素晴らしいんだよ、うん、本当にね、非凡なもの持ってて、うん、やっぱね、守備っていうの大事なんだよ、やっぱりね、大事、もうそこからやっぱ失点につながっちゃうんですよね。そうそう、それとやっぱり自分のバランスを崩すのはやっぱり守備からだから、はい、打てないっていうのは3割しか打てない、だから7割失敗だよね、はい、7割失敗していいという余裕があるんだ、うん、まだね。でも守備で7割エラーしてみる、ボタン使えないでしょ、使わないですよ、ね、うん、本当に9割とか8割の後半とか守備率は誇ってほしいわけ、うん、それができないようだとやっぱりレギュラーになったとしても守備の破綻から自分の気持ちが崩壊していくんだよ、うん、だからそこら辺はもうしっかりね、守備をこう意識を持ってやってほしいなと思うよ、はい、そうですね、まあ、ガルシナ、ガルシナの話からちょっとものすごい脱線したけどもそうですね、まあね、今回巨人のモンテス選手、そして DeNA のフォード選手、そして西武のガルシア選手、最後ちょこっと山村選手の話も出ましたけれども、ね、まあね、あの慣れない、ね、環境の中にポッとあのしかもシーズンの途中から来た、そうだな、選手たちばかりなので、うん、だまあ変なこと考えなくてね、はい、まあ、良かったのかも分からないし、うん、まあ、変なその時間を過ごすっていうよりも、うん、お前もうとにかく試合に出るんだぞみたいな、はい、よしみたいなね、うん、まあ、そういう気持ちがうまく火をつけて心に、うん、まあ、うまくこういってるのかなというような気はするけどもね。そうですね、うん、まあ、こういった、ね、選手たちが例えば後半やっぱいてよかったね、来てよかったねって思われたりとか、 あ、やっぱり支配下になってよかったね、軸になってきたねっていうふうに言われるようになってほしいですよね。そうだな、シャイナーも頑張らないとな。シャイナーね、そうですよ、広島のね、シャイナーも、シャイナー本当にね、今からでいいから10発打ったら、うん、本当に広島は助かると思うよ。そうですよね、まあまあ、とにかくあそこは元気があるし、はい、みんながつなごうっていう意識が強いから、うん、まだ点にはなってるけども、やっぱ困る時あるよ、うん、シャイナーがそこで一発ガーンって打ってくれるとどれだけ助かるか。そうですね、まあ、シャイナーにもエールを送っとくよ。シャイナーにも頑張れって不足ということね。頑張れよ本当に。そうなってくる、例えばね、中日もいっぱいいますよね、ロドリゲスだったりディカーソンとか。もういいな、ディカーソンはなんか走ったら心配な、あのスライディングキャッチとかしたらまた腰にくるんじゃないか、ま、そうかそうかそうか、バンテに硬いし。そうですね、体が下がね、そう、あ、下がね、体もじゃなくてね、まあ、人工芝だしね。そうですよね、まあ、今年もね、たくさんの外国人選手がやってきたりとか一軍で活躍したりとかしてますけれども、後半戦ね、こういった選手たちが奮起してくれると、まあ、そうだな、チーム、まあ、まあチームもそうだけどプロ野球は面白くなるからな。そうですね、はい。